株式会社、吉川博文館は、日本史関連を主軸とした老舗の出版社。1857年に、吉川半七により設立。戦後1949年に株式会社として、現在に至る。明治時代に、古辞留園、古実創書、元織のり長全集、和漢三歳図絵、鴨の間ぶち前修、大日本史、国史大辞典等を出版。 大正時代に、水戸藩資史料、昭和戦前期に、日本随筆体制、新定像補国史体系等、多数の資料集、辞典類を観行し、日本史学の発展に寄与している。戦後には、古代史から近現代史までの多数の研究書に加え、文化史、美術史、考古学、民族学、宗教史、国語、国文学等の書籍を出版しており、 日本史関連の大半の学者が著書、編著を刊行している。一般読者を対象とした教養書として、伝記、人物総書、日本史研究の成果をわかりやすくまとめた日本歴史総書、人類誕生から現代に至る歴史と文化を扱った一大シリーズ、歴史文化ライブラリー、通史、日本の時代史や教養書の名著の再刊版。 歴史文化セレクション等がある。なお世界史、美術関連書も少数だが、数十冊出版されている。昨今の研究潮流として、地域研究が挙げられる。東北の古代史、東北の中世史、動乱の東国史はじめとしたオーソドックスな通史や、関東の名城を歩く、東北の名城を歩くといった、歴史散歩。さらには、沖縄基地問題を知る辞典。 沖縄戦を知る辞典など、現代史を扱ったものも注目されている。また、日本史を知るための筆形である、国史大辞典、日本民族大辞典、日本史総合年表等の辞典、年表や、資料集、明治天皇期、皇室制度資料、平城系木簡、飛鳥藤原系木簡等がある。また、日本史学に多くの業績を残した、久米国武。 坂本太郎、関明、大久保俊明、西山松之助、桜井徳太郎、長原慶二、直木幸二郎、宮田登等の著作集を刊行している。なお、月刊学術誌、日本歴史と、各月刊 PR 誌、本郷を発刊している。2010年7月1日より、デジタル版、国史大辞典が、インターネット百科辞典。 ジャパンナレッジの新しいコンテンツとして公開された。創業者、吉川半七は、天保10年に、大見国で生まれ、江戸日本橋柿柄町の書士若林や騎平に奉公。安政4年19歳で独立し、自衛を許されて、書物の仲買いを始める。文久3年には、長子の婚家で、麹町の貸本屋大宮を継ぎ、大宮。 吉川半七を名乗った。源氏元年、江戸、京藩を往来して、書籍の交易を行う。明治3年東京府京橋南天馬町の表通りに新店舗を開く。扱った書物は、新時代の要望に応え、和漢書のほか福沢諭吉、中村正直等の西洋文化の翻訳類も、数多く取り揃え、特に情報版の常備販売は、 他店の追随を許さぬものがあった。明治5年には、吉川書房の会場に、貸本屋の大革新を試み、有料の書物展覧書を設け、広く内外の書籍を集めて公開し、来読み貸し館書と称した。大月書伝は、日本における図書館の乱章なりと称賛している。明治10年頃より出版を兼業し、 はじめ、文太真穂、大宮等の号も用いたが、多くは、吉川半七の個人名をもって発行書とした。明治12年には、内閣書記官、岡三郷の推挙により、宮内省御用書士となり、万葉集公儀、洋楽公用、婦女官等、多数の宮内省造版の出版を引き受け、明治20年頃より、時代の数勢に鑑み出版に専業し、 もっぱら学術書の刊行に従事する。明治33年、公文館の称号を立て、大部な草書の発行や予約出版を行う。明治35年、吉川半七が63歳で死去。二代目、吉川半七が、明治37年資本金10万円で、合資会社、吉川博文館を設立する。明治38年、 国書観光会の編集書を吉川博文館倉庫の2階に置き、この年から発行した観光開本の印刷、廃本を引き受け、大正11年までに全8期57部260冊を観光。大正12年関東大震災により、店舗や資料をすべて消失する。昭和4年、新帝像報告主体系の観光を開始する。 昭和18年太平洋戦争中の出版事業例により企業合同を行い一時事業を休止。この年までに国史大計58冊を刊行する。戦時中の休業を経て昭和24年5月7日、吉川慶ほか3人が出資し、申請株式会社吉川博文館として再発足し、現在に至る。ありがとうございます。